キャロッピー号キャロッピー号とは、熊本県菊池郡菊陽町で運行する、コミュニティバスの愛称である。中央循環線、中央循環線、西部線、南部線の4路線からなる。アルファベット、または、往路、袋により種別。A は1日4便、B は1日3便、三考運行中央循環線。C は1日3便、D は1日4便三考運行西部線。 王炉、袋とも1日4便電鉄運行南部線、王路は1日1便、袋は1日2便参考運行2013年10月1日より、同町の特産品である人参をイメージした、オレンジ色と文庫街道の杉並家をイメージした、緑色を基調に、町のマスコットキャラクターである、キャロッピーがデザインされた小型バスの日の、ポンチョが、参考に一台新たに導入された。また、 これまで使用されていた既存の車両においても蒸気のデザインが全面ラッピングとして施され専用車両として使用されている。2021年3月25日前はイオンキクヨーテ店というバス停名であった。ありがとうございます。